東京のハンバーグのハンバーグ。いや、あったけど、スプーンにボール入れて持っていったら100万もらえるやつということで、おばずキッチン始まりました。おばずキッチン、お、ありがとうございます。さあ、ババ、本日は何を作ってくれますか。本日はアクアパッツァ。おわー、パッツァ食えるんだ。まあ今ね、結構流行ってるというか、まあイタリアンバルとか行くとアクアパッツァね。本日のおすすめの魚でアクアパッツァいかがでしょうかっていうね、感じでやっておりますんでね。私も本日のおすすめのお魚、マダイ。マダイ、これで作っていきたいと思います。お腹引くな。東京アムアムワールド、今日準備したものはこちら。まずはマダイオリーブオイル、これいただき物のボスコプレミアムのね。やーたん、ありがとう。お披露目。塩コショウ、白ワイン、パセリ、レモン、ブラックオリーブ、唐辛子、プチトマ、ニンニク、玉ねぎ、以上です。やってくぜ。いい、そしたらちょっと仕込んでいくわ。玉ねぎまずちょっとだけ使う。こんなもんでいい。ディズニーとかの乗り物感ありますよ。アクアパッツァ。C にあるやつ。C ですね。アクア。アクアパッツァへようこそ。おい。行ったことねえだろお前。イノシシとよ。カスジジイはよ。ディズニーランドなんて行ったことねえだろ。あんのか？あります。修学旅行か？最後に行ったのいつですか？お二人。うわー。C。修学旅行だよな。C。修学旅行って言え。なんでだ。俺でも家族でカウントダウン。ええ、カウントダウン。カウントダウン。はい、できました。パセリと玉ねぎみじん切りにしました。はい、あとニンニクもだ。おばさんは行ったことあるんですか、ディズニーは。私はないよ。一緒に行ってくれる人いないの。しかしだ。お酒が飲めるんでしょ。 C はあります。できた時のなんか情報。そうですね。悲しいな。ということで、はい、焼きにしたらまずこのボスコプレミアムアクアパッツァもね、結構こうやって贅沢に使っちゃいます。で、ニンニク、種抜いた唐辛子、十分香りを移していく。うわー、いい匂い。で、玉ねぎ。で、少しこれ炒めていきます。こんな感じでちょっとね、玉ねぎが透明になってきて炒まったらマダイ。で、これもう買った時に鱗も内臓も取れてた、綺麗に。はい、だからこのままもういっちゃう。でかいな、このマダイ。うわ、ちょっと待って、尻尾ちょっと切っちゃおう。ちょっとごめんなさい、でかかったんで尻尾切っちゃいました。これを入れちゃう。このうわ、すごいな。迫力あんな。そうなのよ。で、ここでマダイに塩コショウ振ってあげる。で、ブラックペッパーも。めっちゃマダイ大きく見てんだな。マダイがなんか近いな。で、ここでプチトマト。ポイ。ノーリアクションなんとかみたいなことやってるわけじゃないの。いや、今多分リアクションないリアクションないですね。で、オリーブも贅沢にこうやってはえー入れちゃいます。完璧。で、グッと一回火を弱めます。火を弱めます。で、白ワインこうやって入れてあげる。で、ここでもうちょっとね、まあ心配だったら味見して。うわ、塩味つけといてあげる。で、ここで蓋する。フライパンの蓋がある人はもうフライパンの蓋で大丈夫。普通はないんで、もうこれにしちゃいます。こうやってこれで蒸し焼きです。で、煮てる間にレモンをスライスしていきます。あ、何ですかそれ。これやるとなんかいいらしい。で、いっぱいじゃなくていい、ほんと飾りと風味みたいな感じ。うん、よし、このままでいこうか。ということで、こんな感じになっております。最後にこのもらったオリーブオイル、もう一発。うおー、こだね。
けて、で、ブラックペッパー。もらったブラックペッパー。いっちゃがり。できましたー。素晴らしい。はい。ということでね、もうフライパンで直でいっちゃう感じだわ。いや、それがおしゃれ。おしゃれ。そうなんですよ、うん。それがおしゃれです。それがおしゃれ。それが一番おしゃれ。ということで、取り分けたいと思う。はい。で、これアクアパッツァね、このスプーンで取り分けるのやっぱおしゃれに。こうね、背骨に沿ってこうやって。わー、もう。そうそうそう。で、超。わほら、ほぐれる。これで食べてよ、ほら。取り分けてもおしゃれ。いただきあん。どうぞ。あ、美味しいかな。さあ、カルビさん。ボーノ。強烈ボーノ出ました。マジボーノ。いや、すげえ。うん。うん。うん、まっ。まっ。最高にうまい。これ。うまいな。うまい。これワインと飲んだらさ、これはワインガブ飲みですね。うん。全部素材の、うん、味が完璧。完璧だよね。完璧。これはバランスバズってお願い。オリーブオイルがうまいっすわ。これはだからいただいたオリーブオイル、うん、最高ですよ。ありがとうございます。テンション上がってます。トレジャーハンター来た。そうだよな。どん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 潜ってって探し当てるんだよ。海賊の方やった。海の方やな、やっぱ。アクアパッツァなんだよ。あ、そっか。どんどん探し当てる。どんどん探し当てる。スープめっちゃくちゃうまいね。このスープだけでいけちゃうでしょ。いけちゃうね。うん、締めでこれパスタにしてほしい。うわっ、あどんなアレンジ。日本の文化や。そんなのあるんすかね、ゴアの、ね、文化がね、締めの文化で。これで締めるならパスタっしょ、おばさん的に。まあ、パスタだけど、これで締めないよ。骨まみれ。骨まみれの。このたまにパセリの苦い感じも、はい、めちゃくちゃ合うね、うん。簡単なのよ、びっくり。ね、確かに簡単っすね。うん、打ち込んだだけだもんね。そうなのよ。どう、トレジャーハンター。まだまだあるぜ、ここにはお宝が。肩にインコ乗ってるわ。オウムか。オウムだ。オウム乗ってるわ、肩な。吹き替えな感じだったな。吹き替えっぽかったね。早いな、なくなるスピード。確かに。ここが醍醐味かもね、アムアムの。こんな食いづらいものなのに。できましたって言ってからの食べ終わるスピードめちゃめちゃ速い。すごい嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかった。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。